ホハバルトホハバルトとは、ドイツ原産の犬種である。犬種名はドイツ語で、農場監視犬を意味した語に由来すると言われている。ホババルトなどと表記されることもある。犬種の歴史については不明であるが、1220年の記録にはすでに犬種として記されている古い犬である。主に農場や倉庫、主人の家を泥棒から守る番犬として使われていた。 不審者を見つけると激しく吠えて主人に知らせるが、その時以外はあまり吠えず優しい性格であるため、ペットとしてもよく飼われていた。1900年代になると仕事が減り、雑種化が進んで絶滅の危機に陥った。そのため愛好家の手によって、保存活動及び再生計画が立てられ、生存状況の確認なども行われた。再生計画は、ホファバルトに、 最小限のレオンベルガーやジャーマンシェパードドッグ、ニューファンドランド、クーバースなどを荒廃させ、後に戻し荒廃によって、それらの特徴を取り除く方法によって行われた。この計画は成功を収め、元の姿により近いオリジナルのものを復活させるまでに至った。現在ヨーロッパで高い人気を得ている犬種で、ペットやショードッグとしてたくさん飼育されている。 しかしながら、日本では2009年現在、まだ正式な国内登録が行われていない。金色のホハバルと大まかな用紙は、ゴールデンレトリーバーに似ているが、それよりも大きく、毛色のバリエーションが異なる。がっしりした体型で、足と胴が、やや長い。耳は垂れ耳、尾は、ふさふさした、長い垂れを。コートは、艶のある、ロングコートで、毛色は、ブラックタン。 ブラックゴールド、ブラック、ゴールドなどがある。体高55から70センチメートル、体重25から40キログラムの大型犬で、性格は非常に温厚で人懐っこく、攻撃的な面は一切ない。体が大きく力も強いが、飼育する際に特別な訓練を行う必要はない。他剣士と同様にしつけをしておけば十分とされる。 とても有効的で、他の犬や小さな子供とも遊ぶことが大好きである。状況判断力も優れていて、しつけの飲み込みも早い。また、泳ぐことが大好きで、アウトドアのお供にも最適な犬種である。運動量は、やや多いが、室内外にも適している。かかりやすい病気は、甲状腺疾患や股関節形成不全などがある。ありがとうございます。